こんばんは、オーメンズイレブンです。現在深夜1時、神奈川県の海沿いをドライブしています。ふとドライブに行きたくなり、そのまま静岡県の伊東まで行くことにしました。今日は疲れたのでここで車中泊。どうやら先客が結構いるようだ。ではしばし休息を。朝だ。ここ青松パーキングエリアは海沿いに位置し、静岡県に行く際は必ずと言っていいほど寄っている。非常に気持ちのいい目覚めだ。お腹が空いたので恒例のコーンスープを買う。このコーンスープから今日一日が始まる。そういえばまだ宿の予約をしていなかった。ほとんどの宿は埋まっていたが、運よく平日限定のタイムセールでいい宿が取れた。これだから平日の旅はやめられない。しかし平日のデメリットといえば、普段にぎわっている観光地が閑散としすぎていたり、行きたいお店が休みだったりすることが多い。もう少し人がいてくれと願う日もあったりする。さあ、初めの目的地が見えてきた。伊東マリンタウンもつい寄りたくなる道の駅の一つだ。この辺りまで来ると海も鮮やかな青色になってくる。道の駅などのお土産の道の駅などのお土産屋の活気を見ているだけで涙が自然と溢れてくる。涙もろくなってしまったものだ。今日の夜は海鮮を食べる予定なので、昼はイタリアンを選ぶことにしました。海鮮丼を食べればよかった。気を取り直して次の目的地へ。この後以前から気になっていた幻博覧会という B 級観光スポットに行きました。しかしあまりにも内容が濃すぎたため、別の動画でアップすることにしたので、気になる方は概要欄に URL がありますので、ぜひご覧ください。宿のチェックインまで時間があるので、伊東の街を歩いてみることにした。伊東は過去に車で何度か通ったことがあったが、こうして改めて歩いてみると、ところどころに
下町情緒があり、もっと前に知っておくべきべ、もっと前に知っておくべきべ、もっと前に知っておくべき場所だったと痛感した。気がつけば15時を過ぎていた。それでもまだ歩き足りないくらいだ。何度も立ち止まって写真を撮っては、その度に涙がこぼれた。そしてこちらが今回の宿だ。客室温泉半露天風呂付きで1泊7000円。破格の値段設定だ。早速温泉に入って仮眠を取る。目が覚めるといつもの光景だ。寝起きの温泉が入りたくて仮眠を取っていると言っても過言ではない。温泉に浸かりながら胃の中を今夜の晩餐に備える。では行くか。口コミサイトで見つけた居酒屋へ向かうことにした。路地を抜け店に近づくほどお腹が減る。到着だ。旅のメインイベントが始まる。乾杯。もう一度居酒屋を選び直すところからやり直したい。たまにあるこういう失敗もまた旅の醍醐味の一つだ。今日はすでに何回涙を流したことだろう。お腹も心も満たされていない我々は、たまたま見つけたバーへ入ることにした。店内の雰囲気、酒、マスターとも最高だったが、ご厚意で流してくれた BGM がこの動画を作成する上で著作権に引っかかってしまうのではないかと怯えながら一杯飲んですぐ店を出ることにした。またしても涙を流した我々はもう一軒バーへ行くことにした。伊東では有名なバーらしく、ウイスキーがあまり飲めない我々にウイスキーの歴史や銘柄に関して熱く語ってくれた。かなり酔いが回ったようだ。観光地でこれだけ飲めればもう十分。念のため酒を買っておいたが、気がつけば朝になっていた。飲む準備まではしていたようだ。まずは温泉で体を無理やり起こしてしじみ汁を流し込む。チェックアウト後
近くの浜辺を歩いてみた。そしたら風で砂が目に入って、また涙を流した。おいおい、この旅で俺を何回泣かせるつもりだ。さあ、次はどこへ行くんだ。